アンフィールドはイングランドマージーサイドリバプールにあるサッカー専用スタジアムである。1884年、エバートン FC のホームスタジアムとして建設。1892年、クラブ経営陣の内紛により、エバートンがグディソンパークにホームスタジアムを移した後、このスタジアムをホームスタジアムとすべく新たに設立されたのがリバプール FC である。その後、 現在に至るまで何度も大規模な改装を重ねている。現在のところ UEFA の4つ星認定スタジアムである。UEFA ヨーロッパリーグ決勝戦までは開催可能であるが UEFA 欧州選手権と UEFA チャンピオンズリーグの決勝戦は開催できない。アンフィールドスタジアムには2つの門があり、それぞれリバプール FC の歴史上最も輝かしい。 成績を残した二人の監督の名前から、ペイズリーモン、シャンクリーモンと名付けられている。シャンクリーモンには、リバプールサポーターの愛称家である、ユールネバーウォークアローンが掲げられている。また場内には、ビルシャンクリーの像も建てられている。選手が、ピッチに入場する際に通過する、プレイヤーズトンネルの入り口には、ディスイズアンフィールドと書かれた飾り板がはめ込まれている。これは、 ビル・シャンクリーの発案によるもので、シャンクリーによれば、我々の選手たちに自分たちが誰のために戦っているのかを思い出させるためのものであり、同時に相手方チームに対しては、彼らが誰を相手に戦うことになるのか知らしめるためのものでもあるとのこと。またスタジアムの一角には、ヒルズ・ボロの悲劇で亡くなった人々の記念碑が建てられており、ホーム。 アウェイを問わずこのスタジアムを訪れたサッカーファンが祈りを捧げる場所となっている。選手入場直前と試合終了直前にはリバプールサポーターによるユールネバーウォークアローンの大合唱が響き渡ることでも有名である。選手入場前の合唱は SR によるレコード演奏がきっかけとなるがサビの部分ではレコード演奏はミキサーでカットされサポーターの声のみとなる。 チャンピオンズリーグの決勝トーナメントなどのビッグゲームではこの大合唱が何度となく繰り返され SR によるチャンピオンズリーグアンセムはほとんど聞こえない。一方、試合終了直前の合唱は自然発生によるものでレコード演奏は使用されない。上実のようにアンフィールドスタジアムは UEFA レーティングでは5つ星ではない。これは 中央観客数が5万人未満のためとピッチサイズが国際標準規格から外れているためである。しかし現在の敷地でこれ以上の拡張は不可能でもあり、リバプール FC は2012年までにアンフィールドスタジアムからスタンリーパークスタジアムに移転することが決定されていた。アンフィールドスタジアムはリバプール FC が転出した後、スタンド部分を取り壊し、ピッチ部分は 記念公園として整備されることになっていた。これは、アンフィールドスタジアムのピッチには、リバプール FC のサポーターたちの異界が数多く、巻かれている、文字通りの意味での聖地でもあるという事情ゆえである。しかし、資金難から新スタジアムの建設は凍結されていた。その後、2012年10月にアンフィールド周辺の住宅地を買い取り、 収容人数を4万5千人から6万人に拡張する計画を発表した。2014年12月5日、アンフィールドの拡張に関する概要を発表した。クラブ公式 HP が伝えている。2007年に、老舗の不動産会社、ドライバーズ・ジョナスが行った、イギリス国民が選ぶヨーロッパで、最も雰囲気の良いサッカースタジアムという調査では、 アンフィールドが堂々の1位に輝いている。2位以下は、セルティックパーク、フラットンパーク、カンプノー、セントジェームズパークの順。h t t p w w w i v e r p o o l f o o k c o m ニュース、スタジアムエクスパンション、234,871ニューアンフィールドキャバシティーカンファームドアズマイナス -54 から074、リバプール。 アンフィールドの命名券売却を否定リバプール。アンフィールド拡張の概要を発表。来年から着工オールド。トランフォードイズヨーロッパエストップスタジアムバット。アンフィールドイズベスト4アトモスフェア。ありがとうございます。